お疲れ様です。立学会です。今日はですね、ブラックマットを使用開始して2週間は経たなかったんですけど、およそ10日経ちました。なのでブラックマットがね、実際どんな状態になっているのか、果たして活躍してくれてるのか、その辺をね確認していきたいと思います。それではどうぞ。まあこれからね実際やっていくんですけど、その前に今ね映ってるこの映像、こちらはね前回ブラックスポンジを設置して直後というかね、何時間か経った後、水がねある程度落ち着いた段階がこの状態なんです。これがねおよそ10日経つと、まあこんな感じになるんですね。これまあ見てもらうと分かるんですけど、蛍光灯というかね、水中蛍光灯を今ね全部つけてるんですけど、この下ふわふわしたね緑の苔、これかなりね生えてる状態が分かるかと思います。まあ水槽の中自体はね、まあある程度ちょっと汚れてはいるんですけど、そこまでねまだ激しく汚れてる状況ではない、まあそんなね、状況で、これをね、実際じゃあ苔掃除をまずはしてみたいと思います。で苔掃除後がね、こんな感じですね。まあ当たり前ですけど、かなりね苔とか汚れが舞ってすごい汚い状態になってます。でこのまんま、まあ、前回も申し上げました通り、あの水のね、方は常に回した状態で掃除してましたんで、まあ、ある程度この汚れも含めて溶剤、にはね仕事してもらうという形になります。で実際ねブラックスポンジ使ってみて、まあ汚れはともかくとして、使用感というかね、水の状態どうだったのっていうところもね、今のうちに話しておきたいかなと思うんですけど、これはねまあ言うて、ブラックスポンジ自体が途中に入れるもの、目の粗いところから目の細かいところの間に入れて、目の細かいところの、まあ、仕事量を減らしてあげようっていう目的で入れてます。で水のね、透明度ね、これいうのに関しては基本的にはね、物理露剤の一番目の細かいものの性能が左右するんじゃないかなっていうところは多少思ってます。であとはね、もちろん生物露剤の仕事というか、まあ、バクテリアがどれだけ働いてくれるかっていうところになると思うんで、ああいったまあ、中間に置くものだったりとか、本当に目の粗いものっていうのは、水の透明度、浮遊物の回収っていう意味ではそこまでね影響はまあしないかなっていう印象を持ってます。だからあれをつけたから劇的に水がきれいになったとかね、そういうのを狙っているわけではない、そういうのを狙って使っているわけではないっていうところは皆さんにまずご承知おきいただきたいと思います。だからあれを使ったからって言って急にね水がパキーンとねきれいになるとか、まあ、そういうわけではないんですよね。あくまでもその下にある目の細かいブラックスポンジのその負担をちょっとでも軽減させたいっていう思いで、今回採用しました。それでは早速ろ過装の方見ていきたいと思います。まあこちらがね、いつものろ過装ということで、下が生物露剤が入ってて、黒いところから上が、物理露剤ですねが入ってるような形になります。でこれよく見てください。物理ボックス、今透明なところ手前めっちゃ水溜まってるじゃないですか。これ見た時にね、私オーバーフローしてしまったのかと思ってね、めちゃくちゃ焦ったんですよ。まあ寄ってみるとね、こんな感じですよね。完全に上水溜まってますよね。これもしかして詰まっちゃったのと思って、いやブラックスポンジ使うまではこんなことなかったんで、まさかブラックスポンジが悪さして、いやでもそんなことないよなと。ブラックスポンジ自体は下の物理ろ過装に入れてるんで、ここでオーバーフローしたからっていうのの原因にはならないはずなんですよね。でこれをね斜め横から見てみると手前だけなんですよ、詰まってるのが。だからこの辺に関してはどうやら今回ね、実は餌をまあキビナゴとかね、結構たくさん与えてみたんですよ、汚れをねはっきり見たいんで。でその関係でおそらく一番上の粗いところのまあパンチングボードですね、こちらが目詰まりを起こしたと、先にね、まあ、そういう状態が発生したということで、これはブラックスポンジ由来のものではないということだけお伝えしておきたいと思います。はい、ということで早速ね中の方見ていきたいと思います。でまあ私のね動画を何度もご覧になった方にはおなじみのねろ過装ということになるんですけど、一応この辺はね初めて見る方もいらっしゃると思うんで、念のため簡単にご説明だけさせてください。慣れてる方はもうちょっと飛ばしていただいて結構ですんでね、見慣れてる方は。はい、で私のこのね、物流ろ過、まあ、オーバーフローでね上から配管を通して落としてきているような形になるんですけど、で一番上っていうのはね、落水温の低減のために、まあ、入れてたりとか、あるいはねものすごい大きなゴミをね、キャッチしてもらうために、つけてるような側面があります。まあご覧いただくと分かるんですけど、こんなにね粗い露材でも結構汚れがね、しっかり取れる。まあこれはねオーバーフローならではの、部分もありますんで、上部のね、ろ過装、ああいったものにはちょっととこれをね同じ結果を得られるかって言ったら厳しいところがある。まあそれはね、間違いないと思います。ではねこの下見ていきたいと思います。
まあ、続いてねパンチングボードなんですけど、こちらね今回ちょっと結構水溜まってたんで、よく見るとやっぱりね手前の方かなり詰まってるんですよね。だからここにね集まってきた水だけは落とせなかった。でも奥の方はねめちゃくちゃ汚れてるわけでもなかったんで、多分パンチングボードの上だけちょっと溜まってた程度で、下はね特に詰まってるっていうことでは、なかったようです。パンチングボードの下にね、敷いているのは3次元フィルターエコというこちらね商品になるんですけど、かなり汚れてますね。やっぱりね透過とはいえね、かなりちょっと水じゃないよ、餌の量をね多めにしたんで、しっかりとね、まあそのどれだけこれが仕事するかっていうのはね分かってくれるかなっていうところですよね。ただねこれ丈夫ろ過ではねちょっと勝負しんどいところあるんで、あくまでもねまあオーバーフローとかそっちメインでまあ使えるっていう イメージで見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。丈夫ろ過でもね一部まあきちんとね取れてますよっておっしゃってくれてる方もいるんですけど、まあなかなかねまあ環境が違えば結果が違うっていうところだけはご理解ください。で続きまして、サランロックですね。でこれもね僕大好きな露材なんですけど、こいつもねさっきの3次元が結構取ってくれてたおかげか、そこまで汚れてないかな、まあいう感じですよね。さっきのそうこう影にねするとねちょっと黒くなってるの分かります？これがね汚れなんですよ。透き通ってるとか明かりがしっかり通ってるところは汚れをキャッチしてないところだ。まあねやっぱり3次元のところで結構取れてるんで、サランロックもね、まあ、まだあれだけ取れるんで、もちろん仕事はしてるってことなんですけど、まあそこまで重要視どこまでするかってところかなっていうのはありますよね。でこれがサランロックの2枚目、これもまだ汚れてますよね。まあだからまあ2枚、3次元2枚サランロック2枚ぐらいで、まあこの辺に関してはもう十分だろうというのが私の認識です。それではねこの下のろ過層行ってみたいと思います。でこっからがですね注目のブラックスポンジになるんですね。あもう目の前に見えてるのがブラックスポンジ。これをね3段重ねにします。表面はねそんなに汚れてないんですけど、下をねこう照らしてみると、透かしてみるとね、ほら中央部分かなり汚れてますよね。これはちょっと期待できるかなというのがね、まあ1枚目だから本当はね1枚汚れ取ってくれてる気するんですけど、意外とそうでもないことに私は驚きましたよね。あれと思って最初ね表面見た時、これ全然汚れ取れてないけど、もしかして意味なかったのかなってちょっと思っちゃったぐらいですよ。でもほらかなり汚れてるでしょこれ。で注目してほしいのが2枚目から下なんですよ。なんで1枚目じゃないのっていう感じなんですけど、ほらめちゃくちゃ汚れてるでしょこれ。びっくりしましたよね。上があんなんだから、これダメなやつだったのかななんてね、これ言ったら怒られるんでしょうけど、まあダメだったのかと思って、まあでもよく考えてみたら、一番上って上から落ちてきたパンチングのとこが落ちてきたやつがそのままバチバチ当たるんで、多分表面はそれで洗い流されちゃったんだろうと、下にね。だから1個目っていうのはもしかしたらやっぱりブラックスポンジよりももう1個洗いやつを置いた方がいいのかもしれない。ここにはちょっとねそんな感じがしました。もしかしたらですけど、でもほら3枚目まできちんと汚れてる、これ きちんと汚れ取ってくれてるんですよ。だからねブラックスポンジはこれは効果あるぞと、もうこの時点でね確信しました。でブラウンマットですよ、まあ、汚れてるんですよかなりね、汚れてるんですけど、あんだけっていうのを言ってもね、知ってんの私だけなんですけど、かなりキビナゴ多めに与えてたんですよ。なのにべっとり感がねちょっと少ないんですよ。あれと思って、普段だったらあんだけやったらもうべったべたのドロドロになってるのにと思って、結構ねそんな、まあ、汚れてるんだけど、汚れの度合いはかなり少なくなったなっていう印象です。でブラウンマット2枚目、これもまあ汚れてます。ただね注意していただきたいのが、ブラウンマットとかねこの透かして見てるんですけど、ちょっとね繊維の密度がね違うんですよ。均一ではないので、あ最初から汚れてない状態で結構ね加減になっちゃうところがあるんで、動画ではね伝わりにくいんですよね。こう黒いとこ見えるでしょ、これがね全部汚れかさ、そんなこともないところがあるんで、まあまあ大体こんな感じと思ってもらって間違いないんですけど、その辺はねちょっと誤解のないように、したいなと思います。今のが3枚目ですね。前回はね3枚目まで十分じゃないかなと思ってたんですけど、やっぱりね4枚目になるとそんなにもう汚れてないのは、まあまあねブラックスポンジも入れてるんで、これ多分ねそんなに汚れてないのに黒いとこ見えるんですよ。だからこれはね今の4枚目ですけど、ちょっとまあだから元の密度のねばらつきが出てるのかなっていうところでね、単純に透かしたからって分かるわけじゃないんですけど、でこれが5枚目、もうですよ。さっきのより汚れてることなんてありえないんで、これね、まあだからやっぱりブラウンマットは3枚で、十分かなと。で6枚目ですけど、これまあもう仕事ほぼしてないですよね。まあもちろんね汚れは取れてるんですよ、だけど上の3枚に比べちゃうとっていう意味でもうほぼほぼ仕事はしてないかなって。
ことですね。じゃあね、次グリーンマット見てみましょう。はい、でこちらがねグリーンマットですね。もう下もあれですけど、まあ結構汚れてます。これはね前回ね、あれ汚れてないねなんて言ってたんですけど、多分ね今回やっぱキビナゴとか、期間はね10日しかなかったんですけど、そういう汚れやすいものをメインで餌として与えてみたから、まあこういう風にね汚れが見えるようになったのかなと、思います。まああれだけねグリーン私2枚しか敷いてない中で1枚目があれだけ汚れてるんで、今回これでブラックスポンジで効果が出たんで、下はねもうちょっとグリーン系を、まあ、追加したりとかしても面白いのかななんていうのが、これを開けてみた時の、まあ、感想というかね、こんな感じですね。ほらグリーンの2枚目も結構汚れてますよね、まあ、この雰囲気だとグリーンもまあ今2枚ですけど 3,4 枚に増やしてもというよりは増やした方がいいのかなっていう気がしています。じゃあこのボックスの下どうなってるのかね見てみたいと思います。まあ前回前々回ぐらいで交換しちゃってるんでね、もともと汚れてるんですけど、奥がね白いまんまだと思うんですよ。だからね、まあ、ブラックスポンジを使って、まあ、使ってというかね、使ったからオーバーフローしたっていうことは、まあ、なかった。まあ、当たり前ですけどね、目の洗い物。まあ、サランロックよりは目が細かいので、そういった意味では不安もありましたけど、まあ、大丈夫だろうなっていうね、おそらく大丈夫だろうと思ってはいたんで、まあ、予想通り、まあ、オーバーフローはしなかったというところですね。じゃあ、早速ね、外で、掃除の方していきたいと思います。まず、一番上のやつですね。まあ、これはまあ、いつも通りですね、まあ、かなり汚れてるっていうのだけはよくわかる。これはね、なくてもいいだろうって思われるかもしれないんですけど、これがあるだけで、そもそもね、パンチングボードにドーンと当たる音をね、しないというか、まあ、ある程度和らげてくれるんで、あ、そういった意味で、騒音防止みたいな意味も込めてね、これみたいなのはあった方がいいと私は思います。まあ、3次元もね、これだけ汚れてるというような形ですね。どうしてもね、フロー管の奥側、奥行きのね、向こう側はかなり汚れが取れない状態なんですよ。だからこの辺はね、もうちょっと改善したい。まあだから配管の落ちるところのね、工夫なんでしょうけど、その辺はちょっと今後ね、取り組みたいと思うんですけど、まあね、ザザッと掃除していきます。大変お待たせしました。いよいよね、本命のブラックスポンジということになるんですけど、かなり汚れてますね、下側。まあ上側はね、やっぱり多分上から落ちてくる水で洗い流されちゃったのかなっていう気がするんで、緩衝材みたいなのが上にはいるかもしれませんね。まあそうすればもっとこのブラックスポンジが輝くんじゃないかと思います。ということで早速洗っていきます。まあこれね、思ったんですけど、あのブラウンマットとかよりもやっぱ洗い心地的にね、すげえ楽ですね。びっくりするぐらいすぐ取れる汚れが、これはいいですよ。洗うのもね、かなり楽です。だからこれ使うことでメンテナンスがね、より手間がかからなくなるっていうね、側面があるんじゃないかなと思いますね。ブラウンとかね、グリーンって結構なんていうのかな、入念に洗わないといけないんですよ。でもこれはね、さっさとやっただけでもね、もうすぐ、もうこれ実はね、表面からやっただけでも大概落ちてるんですけど、癖でこうやってね、一応まあ2回シャーってやってるんですけど、もうこんなんで大体落ちちゃいます。まあ時間したら 2,3 分ぐらいなのかな。で水を切って、まあ今光に照らしてるんですけどね、見えないっつーのって話です、すいません。ほら、もう全然汚れないでしょ。まあ反射してるおかげでよくわかるんですけど、全然汚れないんですよ。まあだからこれだけでね、こんな簡単に綺麗になっちゃうんで、これはね、推しですね、僕の中で。かなりこれを使うことでブラウンマットの負担が減ってくれれば、より長期の、まあ長期のと言いますか、メンテナンスの間隔を、まあ、伸ばしてくれる、まあそういった役割もね、担ってくれるんじゃないかと、私は期待してます。だからある意味でね、もうちょっとこれ増やしてもいいのかもしれないですね。3段にしてますけど、まああとは上に先ほども言った通り、緩衝材を使えば3枚まともにそのろ過能力をね、発揮してくれるだろうと、思います。次はね、このあと3枚目ちょっとよく見てみたいと思います。はい、でこちらがね3枚目になります。3枚目をね、
まあ、かなり汚れてますね。裏も汚れがついてると。まあ、これだけね、汚れをしっかり取ってくれるし、で、3枚あってもね、まだもうちょっと多分取れそうな気がするんで、まあ、追加するならもう1、2段ってところかなっていう感じですね。だから、ブラウンマットの上にブラックスポンジを、そうですね、今3段ですけど、まあ、4、5段ぐらい入れても面白い。だから5段だとちょっと多いかもしれないんで、まあ、とりあえず4段ぐらいかな。4段ぐらい、もう1段ぐらいね、実はまだ買ったのがあるんで、開けてないのがあるんですよ。どっかのタイミングでね、ちょっと4段に増やしてみて、様子を見るっていうのもやってみたいですよね。まあ、これだけね、使い勝手も良くて、掃除もね、しやすい。まあ、これはね、もう完璧におすすめに入るんですけど、問題は、長期的な耐久性については、まだ10日しか使ってないので、この時点では断言できないんですね。これがね、1ヶ月使ったら、もうぐっちゃぐちゃになっちゃったって言われると、僕もちょっと耐久性っていう意味でね、難しいって言っちゃうことがあるかもしれないですけど、今の段階では少なくとも性能はね、すごいいいんじゃないかなと思っています。大事なのは、ブラックスポンジの下のブラウンマットがどれだけ汚れているか、汚れが少なくなってくれてるのか。まあもちろん少なくなってるはずなんですよ、あんだけ取れてるんで。こうやって1枚目をね見ると、やっぱりね、さっき暗がりで見てもそうだったんですけど、そんなにね、いつもより汚れてないような気がします。まあこれはね、量をきちんと測れてるわけではないんで、具体的にどれだけ何パーセント取れたとかね、減ったとかっていうのは言えないんですけど、まあ見た目のレベルでこれは効果がある、まあいうのがわかるかなと。なのでブラウンマットをね、まあ枚数を減らしてあげるっていうのもできるでしょうし、まあ長期ね、放置したいっていうんであれば、まあそういうのにもね、対応できるのがブラックスポンジですね。まあそういった商品になるのかなと思います。じゃあ2枚目ブラウンマット見てみたいと思います。はい。でこちらがね、2枚目のブラウンマットということになるんですけど、まあ汚れはね、確かにしてると思うんですけど、汚れてはいると思うんですけど、まあただどうなんですかね、普段よりやっぱり少ないっていう感じですよね。だからこれはね、2枚目でこれ、まあただね、ちょっと水がね、これ光っちゃっててよくわかんないんですけど、まだ結構汚れ取れてるんですよ。だからまあ細かいところはね、もうちょっと取りたいなーっていう印象は受けますよね。じゃあ次3枚目見てみましょう。ということで3枚目、微妙ですよね。汚れてるっちゃ汚れてるか。まあ3枚目ぐらいまではまともに置いてもいいのか。まあそんな感じですね。めちゃくちゃ汚れてるかってさ、そんなことはないですけど、普段と比べてまあ少ないのは少ないような感じですよね。まあじゃあ4枚目ちょっと見てみましょう。こちらがね4枚目です。もうなんか汚れてない、まあうっすら汚れてはいるけど、もうほぼほぼ多分これ仕事しないですね、4枚目以降はね。多分これ見ると、だからまあ5枚目6枚目見てももう多分大して変わんないんで、基本的にまあこのねブラックスポンジを使った結果、余計に思ったんですけど、ブラウンマットはまあ3枚あれば大概かなと。まあ保険で4枚目置くのはありですけど、5枚目6枚目は多分ほとんど仕事してないんで、逆に今度こっちが不要になる。ブラックスポンジを追加したおかげで、まあよりね目の洗いゴミが取れて、1枚目のブラウンスポンジの負担が減って、そこでかなり取れてるはずです。っていうことは下の負担も減ってるはずなんで、まあだからよりブラウンのね枚数を減らすことができる。その分ね、下にだからもっと目の細かいものを入れることができるっていうね、まあそういうね循環になってるんじゃないかなと思います。じゃあね、もうブラウン見てもしょうがないんで、グリーンマット見てみましょう。ということでね、グリーンマットの1枚目、やっぱりね汚れてます。だからまあ当然ね、ブラウンよりグリーンのが目が細かいので当たり前なんですよ。ブラウンで取れなかったのをグリーンが取る。だからブラックスポンジを置こうが置くまいが、基本的にここの仕事の量って変わらないはずなんですよ。だからブラウンマットが6枚ももともとあって綺麗にしてる、それでも取れないっていうのを、これは綺麗にしてくれる道具なんですね。なのでブラックスポンジを上に足したからといって、ブラウンマットで取れない汚れがブラックスポンジでは取れないんですよ。当たり前ですけど目が荒いんで。だから仕事の分担的にはもう違うんで、こっから先については単純にブラウンの下でいつも通りの汚れが取れてるっていう考え方になるはずなんですよね。だから汚れの量としては変わらないはずなんですよ。だけど上でね、あんだけブラックが仕事してくれる、ブラウンも枚数を少なくできる。であればここに、まあ、グリーンないしはグリーンに変わるような、そういったね目の細かいものを置くことで、よりすっきりとさせることができるっていうね、そういう流れをね作っていきたいと、まあ、いうふうに思ってるんですね。グリーンもね今掃除がひとしきり終わりました。で2枚目のグリーンマット、まあこちらもね当然汚れてます。まあ2枚でねそもそもやってて、裏側も汚れてるということはもうちょっと足せるはずですね。グリーンの仕事はまだあると、まあ、いうふうに思うんで、まあ、グリーンをね、例えば3枚4枚と、上のねブラウンの2枚を減らして、下のブラウンをだから3枚、下のグリーンを4枚とかね、まあそういう感じにしてあげれば、もっとねろ過が適正化されるんじゃないかっていうのを考えてます。ただ今回ねちょっと違うものもあるんで、よかったら覗いてこのままね継続して見ていただきたいと思います。はい、ということで、掃除の方が終わりました。ブラックスポンジいいですね。
ただこの下に置きたい、それがこちら、こちらですね、楽天でね実は見つけたんですよ。地元応援グッズ縦の糸さっていうところの商品になるんですね。リンクの方はねこちらの説明欄に貼っておきます。気になる方はちょっと覗いてみてください。でこれはね何用のものなのっていうと、私もね質問したんですよ。アクアリウム露材として問題ない商品でしょうか、テストをされていますかっていうことでね、質問させていただいたところご回答いただきました。排泄物と飼料の残りを分解するためにテストされたろ過パッドですということなんですね。ただまあ日本製を歌っているわけではないと。まあねその辺はね私もの説明文を見ててちょっと薄々は感じていました。おそらく海外の商品だろうと。でねこれがどうなるか、これについてはね、設置使用感、水の汚れの取れ具合、次回以降に、動画にしたいと思います。ということで、今回ブラックスポンジをね、使ってみてどうだったかと、まあそういうね動画になりますが、実際使ってみて、まあ汚れの具合はね、動画の流れをね、見ていただければ、まあどれだけ汚れが取れていたかっていうのをね、ご覧いただけたかと思います。またね、その下、こちらが大事ですね、ブラウンマットあるいはグリーンマット、まあそちらへの影響というところでは、ブラウンマットの汚れは間違いなく減少しましたね。前回サランロックを使っていた時と比較したら、まあ確実に少なくなっているでしょう。なのでブラウンマットを減らすことができる。で今回ね、何枚減らすかっていうのはねまた次回以降で、紹介させていただきたいと思うんですけど、でグリーンマットを見たところね、まあ当たり前ですけどやっぱりブラウンで取れない汚れをグリーンで取ってる。まあその関係上ね、グリーンとブラウンの間になるものを入れない限りグリーンの汚れが落ちることはないんですね。なのでまあグリーンはいつも通り汚れていると。でただ餌の量が多かったのでちょっとね2枚目も含めてかなり汚れが多かったであれば、もっとね、グリーンないしはグリーンより細かい露材をまあ足すことができる、まあそういうことになるんですね。それのために先ほどのね、ろ過パッドですかね、まああちらをねちょっと試してみようということで購入したんですね。もう実は使ってます。まあそのあたりをね実際どう使ってみたかどうだったかっていうのをね、今後の動画で、検証したいと。また合わせてブラウンマットの上に置いたブラックスポンジ、こちらをねまあまだ使い始めてね、まあ動画内では10日程度なんですけど、まあ1月くらいとかね、そんな感じになりますんで、今後長期的にねあれがまあ耐久性っていうのはね、コストパフォーマンスに優れるかどうかっていうところにかかってきますんで、あれが例えば半年持つのか1年持つのかとかね、逆に1ヶ月使ったらダメになっちゃった、でまあそういったところ、1年ってね例えばあれなんか1つね買うと700円ぐらいだったかなと思うんですよ。でまあ私は2つ購入して使ってるんでそれでも1400円、これが例えば1年持ちましたって言ったらね、まあ12ヶ月で1400円だったら1ヶ月あたり120円とかぐらいになるのかな。まあちょっと計算してないんで分かんないですけど、ものすごいコストパフォーマンスだと思いませんか、あそこだけに限ればね。でそれを使うことで下の露材の負担が減って汚れもねそんなにないってことは、そこをねメンテナンスでバーって やるときもねそんなに入念にやる必要もない。で下にさらにね、露材の要するに入れ替えを行うことができると、上を調整することでね。でさらに細かい露材をボンと入れることで水のね、汚れがより取れて全体の負担が減る、生物ろ過の負担が減るってなれば、まあ、これにねこうしたことはないだろうと思うんですね。私はなんで物理ろ過こんなに力入れてやってるかっていうのは、あくまでも上流側をすごい強化することで下流の負担を減らしたいと、メンテナンスの頻度を、まあ、落とすっていうね、まあ、そういうこともできるんじゃないかと。別に僕手抜きたいわけじゃないんですけど、まあ、人によってはね1週間に1度あるいは2週間に1度とかね、なるべく伸ばしたい、あるいは長期、外出する予定があったりとか仕事の関係でね2週間家開ける人が、まあ、いた時にろ過が回らなくて困るなんてことがねあるんであれば、それをね少しでも手助けできる何かがあるんじゃないかなっていうのが思うところであるんで、これはね絶対私は物理ろ過をね適正化していくことで、そういった悩みとかはある程度ですよ、 100% は無理だと思うんですけど、ある程度解消できると思います。まあということでね、今回ブラックスポンジ、私の中ではかなりねおすすめの露材という方向性で今後ね使用していきたいと思います。それではね、また次回以降の動画で皆様にね、こういった露材の経過なんかをねお伝えしたいと思うんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。